ああ、これは、これはいいですね。いいっすね。もうジャカジャーンでいけちゃう。もう。試し引き。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、藤田トーンの林さんです。藤田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい撮影でした。楽しかったですね。ね、それね、このフラグですよ。はい、ソルダーレスで、まあ普通のケーブルをね、作れるということで、もう長さが自由、なかなか画期的で、かなりミュージシャンの助けになると思うので、これ気になる方はね、前回の動画ぜひチェックしてみてください。ということで、まあそれも素晴らしいんですが、こちらですよ。もういろいろありますが、すごいですね、こちらのスタジオ。そうですね。ね。機材はね、もうずっと集めていたので。ね、はい、ちょっとギターの方から見せていただいていいですか。どうぞどうぞ。これまずまあね、ベースもあり345もありで、こちらこれはコンバージョンですか。そうですね、69年のコンバージョンになります、うん、ね、これかっこいいですね、はい、ゴールドトップの渋い、渋いですね、ね、でジュニア、これですよ、はい、でジュニアですね、はい、はい、ジュニアもあってこちら SG ジュニアもある、はい、ジュニアお好きなんですか。そうですね、あの P90 のピックアップの音が大好きなので、はい、おお、はい、それでいいですよね、いいですよね、はい、こちらはどこで手に入れられたんですか。こちらはですね、もともとマイケル・アンドが持ってたもので、はい、お宝じゃないですか。うおね、これマイストロついてたのかな、なんかね。そうですね、あのちゃんと、取り外したパーツも全部、あ、そうなんですね、はい、あの一緒に。これ何年製ですか。これ63って言われてます、ね、あ、なるほど、64かもしれないですね。でこの貫禄あるストラト、はい、これが62年ですね。62年、はい、これも手に入れられたと。そうですね、最近ですか。いやいや、もう私は27歳ぐらいの時なので。そうなんですね、はい、もう25年ぐらいですね。っていうお宝のまだまだあるんですよね、これ。そうですね使うのは。あ、そうなんですね、はい、こちらに並んであると。そうですね、ということで、まあお宝の山でもうこちらこれはもういろいろすごいのがありますね。まずこれは何ですか、すごい気になる。これもマエストロのユニバーサルシンセサイザーシステム、はい、あのマルチエフェクターですね。あ、そうなんですね、はい、マルチエフェクターのもう一番最初みたいな。そうですね、フェイザーからフィルターから、はい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 、あとまあ珍しいのこのサブハーモニー。ほうほうほう、ね、はい、これどういう効果。これオクターバーに近い効果を出しますね、はい、こう上のこう半倍音というか、オクターブ下の倍音に なりますね。なるほど、なるほど、はい、でこのウェーブフォームっていうのはこれオーバードライブです。あ、そうなんですね、ウェーブフォーム、はい、あ、波形、波形を作る、そう呼んでたんですかね。そうですね、ちょっと歪むですね、はい、でこれなんかこう単体で取り外して。そうですね、このバラバラにしたのが、うん、まあ、マエストロから出てたりとか、 あとはこのオーバーハイム、はいはいはい、こちらのボルテージコントローラー、ほうほうほう、このフィルターは、まあ、この中に入ってるやつ、はい、これ取り出したの、これとか、はい、から取り出したと言われてますね。でさらにこの辺もこれ何なんですか。そうですね、これはもうエコレック2ですね。これは誰が使ってたんですか。これはあの有名なのがデイブ・ギルモアが、ギルモア、はい、ピンク・フロイドで使ってたっていうことで有名になりましたね。かっこいい、この見た目スケルトンになってる、見えるようになってるっていう、ここがこうぐるぐる回るんですね。回るんですね、これが磁気ヘッドですね。はあ、なるほど、本物、正真正銘の素晴らしい、はい、これもユニバイブもありますよ。そうですね、ユニバイブもね、これもレアですよね。そうですね、なかなかもうお宝ばっかじゃないですか。結構ね、改造されてるものがあるんですけど、はい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 、あのちゃんと中もオリジナルのものが、うん、あ、そうなんですね、パーツで、はい、これもなんかいろいろ。そうですね、このミュートロンもミュートロンレアですね。そうですよね、フランジャー、ね、なかなかお目にかかれない、はい、こちらは。こちらはですね、あのタイコグレア の、はいはい、あのペダルフランジャーっていう。ペダルフランジャー、はい、ここもスピードが、あ、変えられるんですね、可変できて、はい、へえ。でこれは最後、これはですね、エレハモ の、はい、あの16デジタルディレイっていう、あ、ごめんなさい、16セカンドデジタルディレイっていうんですけど、まあ、16秒、はいはい、のデジタルディレイですね。ああ、そうなんですね。はい、これ、リシューがね。ああ、出てますね。ああ、そうなんですね。
ヒェーって、もうすごいお宝ばっかりなんですけども、ここですよ、また、アンプの壁がこう、ずらっと。これまたすごいですよね。結構ね、改造マーシャルが。はい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 。多いんですけれども。まずちょっと上から どうなってるんですか、これ。これ、右上がですね、はい、ホゼっていう。ホゼ。改造したマーシャルで、バンヘレンのアンプをメンテナンスしてた。ああ、はい。それで有名ですね。そうなんですね。じゃあもう、バンヘレンを手がけてた方の手が入った。これ高いんじゃないですか。高いと思います。で、これは2段目は、こちらがですね、ピート・コーニッシュが改造した、はい、マーシャル。これまた。これ歪まないマーシャル。あ、誰か向けみたいな。ですね、ポリスのアンディ・サマーズさんの改造と同じ改造が。あ、そうなんですね。じゃあちょっとクリーンが、そうです、綺麗に出る。で、同じくこちらのパープルの。そうです、こちらはボグナーが改造した。はい、あ、ここは有名ですかね、やっぱり。そうですね、ボグナーの改造マーシャルは有名ですね。うん、結構ありますよね。やっぱり歪むんですか。そうですね、歪みますね、うんうん、はい、いわゆるスーパーリードですもんね。スーパーリードです、うん、これはプレクシータイプなので、はい、結構古いマーシャルをベースに、うんうん、改造しているので、うんうん、結構ちょっとヴィンテージライクな歪みですね。おー、なるほど。でこれ見たことないですけど、これは学生の頃にね、おお、マーシャルなんです。剥き出しですね、かっこいい。見たことないですけど、カズチョウの、これなんかオーダーか何かなんですかね。そうですね、当時聞いたのはマーシャル本国にオーダーしたものじゃないかなと。その方は言ってました。これはかっこいいですね。これはこれで、これは誰かが手掛けたものとかではなく、あ、これはですね、実は中身は、はい、リー・ジャクソンが改造したマーシャル。ほうほう、リー・ジャクソンというと、リー・ジャクソンはですね、まあ、80年代に、うん、まあ、いろんなハードロックとかメタルが流行った、はいはいはい、ハイゲイン改造でした。あ、いろんな方がやったんですね。そうですね、でさらにまだまだありますね。こちらは非常に珍しい、はい、ソルダーノ、ソルダーノ、はい、ソルダーノさんがした、ね、これすごいレアじゃないですか、これは。はい、かなりレアだと思います。なるほど。で、フェンダー、こちらは、これはツインリバーブの、うん、ツインリバーブの取り出してヘッドタイプに。なるほど、これいいですね。これは非常に使いやすい。やっぱりね、重いですからね、コンボタイプはね、大変ですからね。でまだまだずらずらありますけど、この白いの見たことないかも。はい、これはですね、はい、ロッカポルテが、はい、バヘレのために作った特別な、なんすかそれ、超あったから世界に2台しかない2台しかない言われてる。すごいですね。いやー、もう本当にいろんなお宝があるんですけど、ちょっとこの中からいくつか引かせていただいてもよろしいですか。もちろんです、はい、ちょっと試し引きさせてください。はい、はい、ということでこちら69年のコンバージョン、はい、とこれはボグナーの改造した、ボグナーさんの改造マーシャル、はい、マーシャルですね。ということでじゃあちょっと行きましょうか。ぜひ聞いてみてください。はい、行きますよ、はい。これはいいですね。いいっすね。もうジャカジャーンでいけちゃう。こう。なんでしょうね、この立体感は。素晴らしいですよね。いい音してますね。
ずっと弾いてられますね、これ。楽しいですよね。これはびっくりしますね。この感じ、この、なんかじゅわーってジューシーな感じ。ちょっとフロントでも行こうかな。いいですね。いいですね。じゃちょっとこっちのソルダーノの方もいいですか。行ってみますか。はい。こちらはまたちょっと歪むんですかね。そうですね。もうちょっとゴリゴリに。ボグナーよりは歪みますね。うん、普通の800の音じゃないってことですよね。あ、音は全然違います。全然違う。別物です。ソルダーノさんの800どうなるか。はい、もう全然歪みますね。全然歪みます。なんでしょう、でっかい爆音なのに大丈夫、気持ちいいですね。あ、これはちょっと体感したことないサウンドかもしれないですね。これ痛くないですよね、全然、うん、全然。 いつこれ手に入れられたんですか。これは24歳か5歳の時、アメリカで、はい、見つけました。楽器店であったってことですか、これ。そうですね、これあの向こうのなんていうんでしょうね、こう質屋さんみたいなところで、よく見つけましたね。転がってて、はい、え、これ何みたいな感じで。そうです、700ドルで売ってたんです。ネットはそんなあるわけじゃないですもんね。ないです ね、その頃はそういうのないので、楽器屋さんとかそういうあの質屋さんをこう回ってたんですよね、はいはい、時間があると。ああ、そうですね。レコーディングの仕事で行ってて。なるほどなるほど、はい、で時間があるとそういう店回りをして。まだまだ歪むってことですか。まだ行きます。いい、おお、来た来た来た、行けるところまで行く。
めちゃめちゃ気持ちいいですね、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとロッカーボローテ行ってもいいですか。行きましょうか。じゃあ来ましたよこれ。これは何年頃のものなんですか。これはこれはですね12年くらい前に手に入れたものなんですけれども、うん、あのロッカフォルテが、はい、私があのバンヘレンが好きなのを、はいはい、まあ、知ってる、知ってるので、お前バンヘレンのために作ったアンプ欲しいかって言われて欲しい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 で作ってもらったっていう。でバンヘレンがチェックして、はい、あのスタジオで実際弾いた答えを、はい、譲ってくれました。すごいな、はい、そのどういうオーダーで作ったんですかねこれは。うん、ロッカポルテもあのバンヘレンのアンプをメンテナンスする仕事をしてて、ね、だ550スタジオにもうしょっちゅう行ってたんですよ。でその中で彼も設計者なので、はいはい、自分のアンプを、まあ、バンヘレンに試してもらったりとかっていうことをしてたみたいですね。どっかで使ってたんですかねこれね。いや、実際は、うん、そのスタジオの中でチェックして、うん、あの音を出しはしてたらしいんですけども、実際にそのステージで使ったりっていうことはなかったみたいですね。あー、へー、はい、ちょっとじゃあ鳴らしてみましょうか。いきます。どんな音がするか。抜けてきますよね。ビビっちゃうぐらいの感じですね。いい音する。気持ちいいですね。気持ちいいアンプですよね。こういうのをいろいろ研究されて、こういうのリファレンスにしていろんな製品を作ってらっしゃると。そうですよね。やっぱりこう製品の持ってる、はい、こう楽器ってなんかパワーがあるじゃないですか、うんうんうん、ギターもアンプも、うんうんうん、まあ、エフェクターもそうですけど、だそこをこうなんですかね、こう真似したいというか、自分が作るものもそういうパワーとかエネルギーを、ね、ワクワクする、そうですね、ワクワクするものを発したいわけですね。最後です。いや、ワクワクさせていただきますよ、はい、ということでですね、まあ、素晴らしいアンプ弾かせていただいて、あのね、プラグもぜひ皆さんチェックしていただけたらなと思いますね。ちょっとおまけで撮影させていただきましたけども、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、またね、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、これはすごい。ちょっともうちょっと弾かせてもらっていいですか、ね、もちろん。ちょっと自分のギターでもいいですか、ね、we'll be right back.
変わってきた、また今後半変わってきた、なんだこれ。やっぱ弾が温まってくると、そうですね、はい、音色が変わります。全然その差があって、はい、怖っ。ちょっとこうスムーズな感じには、うん、なります